散々中足ブロール性100キロ浮いてたんで、ね、まさかやれ、はい、できると思ってないよ ね、デコイさんも多分できないんじゃね、うん、こいつと思ってやってましたが、できました。お見事ですね。そしてパール対ボス、今日ボスさんはユンセレクトですね。ね、もう事実上の決勝ですわ。事実の決勝ですね。仕上がったパール対ボスさんですね。終わったこれ終わりましたかね。終わりましたね。これいや、これうまいこと調整してね、終わるかな。終わるわ。終わりましたね。全然終わるわ。チュンリーも体力高い方ではないですからね、うん、平均よりちょっと下。そうそう、あとコボクがね結構入りやすかったりもするから。あ、ありますね。判定的に最近のコンボでやっぱり、そうそうそう、いっぱい入っちゃうやつ、人よりコボク多くもらっちゃうんですよね。クライハンって空中で食らってるとでかくなるんですかね。ですかね、なんかそんな感じしますよね。地上は薄いんですよね。地上薄いですよね、うん、で食らってなければ空中も薄いのかな。そう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 、食らうとでかくなるという、うん、珍しいですか。ああ、痛い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 ですね、これは。そして発動、これは厳しいパールがつまんねえって切れてますね頭抱えてますね、つまんねえっつってさあ2本目、これ終わってしまうのか。なんか、はい、手前落ちでずるいことして飯食ってますねここら辺がやっぱりね、うまいですよね。ベテランですね。ベテラン正解なんですよね。正解ですね。できるだけカロリー使わずに楽して勝てるんだ、それに越したことないんで。そうですね、下手に読み合いするとやっぱり運も死んじゃいますので、ね、安全策でいこうと。おっ、これはこれはまあしょうがない、たまにあるんだな、色投げ。ここパンパパ、しかしうわ、めり込んでる、めり込んでて小足がヒット。ゲージも回収、回収ですね、十分な回収、十分ですね。 1.5 割回収。さあリーチをかけたのはボス、しわし、あ、これは救われましたね、チュンリーの薄さに。いていていて、ほぼくほぼく、あのジェッショー一発当てうまいですよね。うまい、補正を極力かけないという、流れるような連携だな。おお、巻き込んでいる。さあ投げて、調子上、これはちょっと匂うぞ。投げて、さあこれはしのげるのか。三角、まだ死なない、まあ、死なない、全然死なない。さあ置き締め、あー渋い顔が渋い、試合ですね、行ってきます。あ、行ってらっしゃい。